皆さんこんにちは、リアンです。今日はちょっとお掃除しました。見てこの机ミシン全部下ろして何もない状態にしてみました。この机はこの家を建てた時に近くのハウジングセンターの文化祭に行って端材で作ろう教室で作ってもらった 2x4 でトンチンカンチンと作ってもらったジャストサイズの机です。この色は私が柿渋を家でせっせと塗って年月が10年ぐらい経ってこういう色になってます。柿渋は何でも塗れていいですねと机の紹介してみました。リアンです。今日はガマ口のショルダーバッグを作りたいと思います。でガマ口のこれぐらいのこんなバッグを帯で、これ帯すっごい古い帯なんですけど、ちょっと薄汚れてて物的には汚れてるんですけど、もうこの獅子のデザインに一目惚れして、これで絶対バッグ作ると。最初はリュックという妄想を考えてたんですが、ちょっとリュックは今の私には難しそうなのでバッグにしてみたいと思います。大きいガマ口でショルダーバッグ、これ4個入りだったんですけど2個入りもありましたので、動画の下のタイトルのところに貼っておきます。ガマ口作る時に、私この本がバイブルなんですけど、ガマ口の型紙の本、自分でオリジナルで型紙作って、型紙のついてないガマ口とかで作りたい時はこの本見て型紙を起こして作っています。今日はこのガマ口を買ったら中に付属の型紙がついてるので、それにちょっとつられて買いました。こういう風に実物大サイズの型紙が入っています。で作りたかった大きさもこれぐらいだったので、これをちょっとアレンジして使っていきたいと思います。なんでかっていうと、お決まりの通り着物や帯はだいたい35センチ幅ぐらい、型紙乗っけるとはみ出て足りないですよね。だからこの形が作れるようにちょっと切り返しを入れ、話しながら切り返し入れてみてやっていきたいと思います。うまいこと言ったら皆さんもそんな感じでご自分でガマ口好きなのかって型紙ついてたら自分のお手持ちのサイズのやつで作れるという動画です中途半端まあ最初型紙から起こしていこうと思ったんですけど、めんどくさかったのとちょうどこれ自分で作りたいサイズ測ったらこれがドンピシャだったので、ちょっとこれをこう下に伸ばしたりとかして大きくしようかなとも考えたんですが、ちょうどなんかいい大きさだったんですよね。ちょうどこれ23センチで作りたいと思って測ったらこれも 23.5 センチぐらいの高さで、あらぴったりと思ったので、だから足りない分だけ手加えて作っていきたいと思います。お急ぎの方は早送りして作り方要所要所で見ていってください。私いつもおしゃべりしながらやってるので、余裕があったら下に目次つけておきますので、その時間に飛んでいただけたらいいと思います。はい、じゃあ今日用意するもの、25センチのガマ口、これ25センチのガマ口って言って買ったんですけど、うちにある24センチのガマ口とサイズ同じでした。これ便利でしょ。糸ケース、糸がいろいろ並んでて、あれでよく昔の手芸屋さんにあったやつ、動画でも撮ったんですけど、近所の手芸屋さんのおばあちゃんが店じまいされる時に適当に持ってっていいよ、気持ちだけ置いてってくれたらっていうので気持ちだけ置いてもらってきて、でちょっといろいろ汚かったんで修理して使ってます。よそのお店で買ったガマ口、これもあって、これ型紙ついてなかったのかな、ついてたんかな、なんか形がいまいちピンと来なくて作らずにそのまま置いてたんですけど、これは24センチのガマ口って書いてあったんですよ。こっち25センチのガマ口っていうことで買ってみたんです。したら同じちゃうかな思うんですけど、ほらクリソツ一緒やよね。重ねてみますよ。ちょっと若干開き具合が違うけど一緒やと思う。あ、もうどっちがどっちか分かれへんなったどっちやったっけ、どう分かれへんなった、どっちや、こっちか、え、多分こっちかな分かれへん、中ぐらいそっくりなサイズでした。で、これのいいところは、あ、破れてる。紙紐がついてる。これは紙紐がついてない。紙紐ついてなくても大丈夫。紙紐別で売ってるから。あった。紙紐。手芸屋さんで、ガマ口売り場のところでこういう紙紐売ってるので、
そういうのを使います。どんなんでもいいです。用意するもの、今日はがま口と身紐と付属の型紙、帯、あとちょっと薄地の接着芯、仕事しやすいように貼りたいと思います。大きさはだいたいこれぐらい、分かれへん布がだいたい 37×25×6 あったら2枚大丈夫です。ということでやっていきます。それとショルダーにしたいんで、ショルダー縫うの邪魔くさいんで大好き稲妻さん、稲妻さんのショルダー紐、こちらも Amazon に載ってたのでリンク貼っときます。これでもうカチッとつけて簡単にショルダーバッグ作っちゃいたいと思います。じゃあどんどんやっていきます。じゃあ早速ほどいていきます。いつもの通りマスク、ほどくところの芯はいらんって言われるんですけど、ほどいていきます。はい、わかりました。じゃあここ使います。型紙さん切ってイメージしましょうかね。ここからイメージします。じゃあ型紙さん切っていきます。簡単よね、もう型紙つけてくれてたらさ。決して、これまた今日も企業案件じゃないですからね自分でやりたいなと思ってるのをお金出して買って好きにやってるだけですからねこうやってチョキ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 、あのね、自分で考えて作るのも好きなんですけど、こうやってキット作るのも好きです。簡単でいいですよね。自分の好きな好みの生地で売れるから、やったことない方とかはこうやって難しそう、がま口とか思うかもしれないけど、結構簡単ね、うん、イメージしましょう。やっぱり獅子が真ん中に来るようにしたいけど、これここにあるから、こうやったら獅子がだいぶ上の方、ここら辺でこんな感じ。両方表裏獅子にする、それとも裏はお花にして、うん、いいんじゃない。上獅子にして、これ下獅子にして、縫い代を考えたらここで切って OK です。はい、切ろう。今はね、カッティングボード引いてないから、片付けしてカッティングボード引いてないからハサミで切っちゃいます。ジョキ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 マスク取ったから、マスクのゴムの跡ついてるかもしれん。で、これあのこの間 Amazon で買ったアイロンマットです。今日はちょっとこれぐらいの量なので、いつものやつやったらちっちゃいかなって感じ。ちょ、待ってるよ。多分ね、こっちの糸渡ってる方は水がかかったらシュワシュワシュワって縮むような気がするから、こっちからね。で、アイロン当ててサイズ見てから型紙に手を加えていきたいと思います。当て布しないとシュッって縮みそうで怖いですね。勇気のある方はそのままやってみて、大丈夫よとか教えてくださいそんなことせんでいいけどね、冒険しなくていいですよね。そしたらいろいろ手作り一緒に楽しんでくれる方が出てきて嬉しいです。あの LINE 登録していただいて、続々と作っていただいて、お写真送ってもらって見てもらって嬉しいです。皆さん、この動画のコミュニティ欄ご存知ですか。そこにこの動画を見て作ってくださった視聴者様の作品を紹介していってるんです。よかったら見てみてください。皆さんね、もう本当に素材とかお着物の柄が違うだけですごい雰囲気変わってて面白いですよ。面白い言うたら素敵ですよ。よいしょ。はい、あ、結構ね、ほら筋汚いね。裏綺麗やから、あの中とか脇とかはこっちの無地の方は裏を使っていきます。じゃあちょっと型紙作りましょうか。古い手ぬぐいも宝物よ。かきしぶ染めしたら楽しいから、みんな捨てたあかんよ。よくね、お引っ越しとかおばあちゃんのうちの片付け手伝いに行って、ごっそり捨てたわってお話聞くんですけど、それは私にちょうだいって言ってもらってきたら遊べますからね。できました。まっすぐなったね。ちょっとこれはご愛嬌。それでこれ型紙、ちょっと今ヨレヨレやけど、さっき取れてなくて失敗したんで消して取り直し。でこう当てるとやっぱりちょっとね、足らないんですよ。だからここを切り返しすることにしました。このサイドね、そのバランスはまずこれ半分に折って、型紙ぴったり半分こっていうことを確認して、でどれぐらいで切り替えるか考えて、ダーツのところに縫い目来たらやりにくいと思うから、ここら辺で切り替えましょう。でこのだいたい15センチ、さっき測ったら15センチくらいやったね。
ですよね。15センチ、だってちょっとダーツのところがかけるぐらいかな。15センチ、ダーツのキワキワにしときましょう。線引いて、これが切り替えとなる線です。でこっちも15センチ線引いて、これが切り替え線。そしたら縫い代がいるから1センチ縫い代つけますよ。こっちが切り替え線 で縫い代待ち。分かりにくくなるからちょっとこれ切るところね、こういう感じ。そしたらこの帯の幅で収まるからね、切り替え線のところで折りますよ。そうするとちゃんとこの帯の幅に収まって、ここのちょっと汚いところも縫い代で隠れてくれるかなって感じ。この今度こっち側のこっち側に対する型紙を作ります。切ったけどこれ真っ白い紙やと思って、まずこれ重ねて、ここは切り取り線でしょ、ここは切り替え線だからね、切り替え線。そしたらここを鉛筆でなぞる。んで、ここは切り替え線で、こここう線引いたから、どけるよ。ちゃ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 ん。そしたらこれ線引いて、でこっちに縫い代1センチ作るんですよ。1センチの、マス目のついてる定規は楽ちんですよ。ね。で、ここに縫い代が1センチあると。これが残りの型紙になります。だから実際いるところっていうのは、このちょっぴりだけ切り替えになるのね。で、ここが切り替え線だから、ここで折って、で、このままハサミで切ったら、ええと思うんですわ。開くよ。そしたら、ここで。で、ここ。よいしょ。いらんやつね。ここいらんやつ。で、これがパーツ。どこのパーツかっていうと、縫い代ね。ここ。ここほら、ぴったり。切り替え線に。乗っけるよ。切り替え線に乗せます。縫うときはここがないから中表に縫い代と縫い代を合わせて、ここミシンかけて開くとこうなるんです。上下分からなくなるから、こう矢印やっときましょう。これがこっち側とこっち側がいるから2枚いる。で本体はこういうので切って、でここでこう切り替え切り替えってなります。だからこれで本体切って、接着芯も同じように切っていく。いつも思うんですけど、接着芯貼ってから切るか切ってから貼るか難しい。今日はちっちゃいカッティングボード、変更作用のカッティングボードで模様を取っていきましょう。置いて、私はこの獅子をメインに使いたいからこうですね。このここのできるだけ汚いところ入んないようにする。でこれが実質線で、縫い代を入れてこのサイズですね。はい。でこうやって、で今回は模様をちゃんと決めたいから1枚ずつ丁寧に取っていきます。何回もこうペラペラって見て、着芯貼る？これぐらいで切って貼る？線があるから、接着芯貼ってからやった方が収まりいいかもね。そしたら使いたいところの大きさだけさっきカットして接着芯貼っていこう。そうしましょう。おう、うん、そしたら次このね、この人、この人がメインになるように置いて、ここ縫い代でギリギリまでまっすぐ置いて、ね、縫い代は書かなくてもいいんだけど、ダーツの位置だけちゃんと書いといてあげないと分かんなくなるから、ダーツの位置は書いときましょう。で、ダーツ。ダーツの印だけつけときましょう。待ち取るがま口もあるんですけど、私はダーツの方が丸っぽく上がるから好きかな。ほら、きれいに取れました。ね。はい、じゃあこれの分の接着芯を貼って用意します。
じゃあ接着芯つけます。これちょっとね糸が張ってるから、もっと帯いっぱいと張ってるやつも細かく切る前に接着芯張っといた方がお仕事楽やと思います。でほどいた時の糸はこうやって接着芯張る前に外しちゃいましょう。ザラザラついてる方がのりついてる方ね。本当はもっと大きいアイロン台の方がいいんですけど、今日はちょっとね見てもらおうと思って。で接着芯はだいたい真ん中から貼りますね。熱で溶けるから押さえないでいいってよく言われるんですけど、ついくっつけと思って押さえちゃいます。接着芯が難しくって、私接着芯貼るのって技術やと思いますわ。はい、くっつきました。これちょっと冷めてから切った方がいいと思います。さっき接着芯貼って冷ましたものがあります。こっちから作業していきましょう。で普通こうやって切っていくと思うんですけど、今日は模様の確認しながら切りたいので、こっち向けで、お外の型紙は切り替え線の縫い代取った多めの外側のところで折って、で柄を合わして、点線が縫い代だから、うん、じゃあ脇のパーツも切っていきます。中表に折って切れました。これでパーツは全部カットできました。見せる？見せとく？じゃあね、必要なパーツは表地2枚、裏地が2枚、替え用のほら4枚いるんや4枚いるんや。いや失敗しました。あと2枚追加でカットします。接着芯もつけます。で裏には、はい、もう一遍最初ね、はい、必要なパーツは表2枚裏2枚、マチ4枚です。じゃあマチ4枚作っときます。はい、接着芯貼れました。そしたらこの両脇にこれを縫い足して、元の一つのパターン通りの形に作っていきたいと思います。でさっき印取った時に1センチの縫い代印つけてなかったでしょ、私この点々のところ、この点々のところね。これは何でかっていうと、ミシンの方で加減するからつけなかったんです。いつも見てくれてる人は同じ話になるから飛ばしちゃってね。ここのミシンの針を落として、このミシン、私のミシンはこのここのところに目盛りが5ミリずつ入ってるから大丈夫なんですけど、もしかしたら家庭用のミシンの方は1センチとか目盛りが入ってないかもしれないから、マスキングテープ、マジックで書いちゃってもいいんやけど嫌でしょ、マスキングテープを持って、でミシンの針のところに定規当てて、こっから1センチのところにこうやってマスキング貼るんですよ。そうしたら縫う時にずっとこうやって沿って縫っていけば1センチの縫い代で縫えるっていうわけなんですよ。じゃあ早速やってみるね。でさっき上下間違わないように矢印つけといたから、これが上で、ここぴったり合わせて、中表に合わせて、細かいことやるときは待ち針本当はちゃんと打った方がいいんだよ。でいくよ。そうするとずっと1センチの縫い代で縫えていくからね。これを4箇所やるよ。あ、なんかこれダーツのとこ来るからダーツ縫いにくいかもね。割りましょうあの縫い代は割ることにしました。シュッシュッって言えへんもんね。座ったまま何でもできる、私の作業場最高。どうする？あ、シュー言うたね。こうね、スチームかけんと。よし、間違えてることとか失敗とか多々あると思うんですけど、うん、知らんのねって思っといてください。見逃してくださいね。はい、綺麗に開いた。あら、なんかいい感じじゃない？じゃあこれ全部先も縫ってアイロン当てていく。次はダーツを取っていきます。ここの端と端をつまんで合わせて、待ち針打って、ここ頂点、ここね、でここ頂点合わせて待ち針打って、ミシンでここからここまでしっかり縫います。はい、じゃあ全部用意できました。これね、ここも剥ぎ合わせて1枚の大きいパーツになって、ダーツも縫ったよ。なんか帯やから
なんかこう高級感がありますね。折ってあるからね、歴史を感じますね。分かりやすいようにこっちの中側で説明しますね。中表にして、この上の方のここのところね、ここをね待ち針で合わせます。ここが縫い止まりになるので、ダーツとダーツ合わせて、はい、じゃあ縫っていきます。でここの線つけたとこ、ここからこっちにもはみ出ないように、ここがぴったり縫い止まりになるの。だからここで返し縫いやって、ぐるーっと1センチの縫い代を縫って、ここでピタッと止まって、ここで返し縫いしてください。こっちの表布もそんな風にして縫っていきますよ。さっきの縫い止まりがポイントになるんですよ。こことこうお向かい合わせに縫うわけよ。こことここをつないで、でこっちとこっちをつなぐ。だからここと開いたこことここな、こことここ縫い止まりをこうキュッと打ってやな。んでここはこうこうで縫うね。縫い止まりでこうなってこうやろ。でこっちもさっきの縫い止まり、裏の縫い止まりと表の縫い止まりをおのおの突き合わせて、ここ開いてここも開いて、感じ、こういう感じに。それでここの付き合わせからトトトトトトとここの付き合わせまで縫う。で片っぽもここの付き合わせからトトトトトとこの付き合わせ、こっちの付き合わせまで縫う。この時にミシンの針は必ずこうやって落とすこと、下に合わせて平面に置いて合わせてやったらこっちまで出てしまうから、こっちに出したいからこうやって置いてこう落とすこと、わかる？でこの時に後でひっくり返せられるように返し口が欲しいから、この辺につけときましょうか。絶対書いとかへんと忘れるから書いときましょう。ここら辺からこれぐらいやったら買えるかな。ここは縫わないで、あとをぐるっと縫っていきます。はい、じゃあ縫えたので、カーブのところに軽く切り込みを入れて、それでくるっとひっくり返します。切り込みちゃん、ミシン目を切らないようにしてね。よいしょ、軽くね。よいしょ、はい、切り込み入れました。じゃあ返すよ。返し、アイロンで割らな、いちいち書いてないけど、アイロンで割らんと綺麗にいかへんのよ。じゃあアイロンで割ります。なんでもね、綺麗に作ろうと思ったらアイロンよ。いつも口やかましく言いますけど、アイロンがちゃんとやってると仕上がりも綺麗ですよ。一つ一つね、めんどくさいけど。よいしょ。最近印鑑登録コンビニでもらえるってご存知でした？ちょっ と書類を取りに揃えなきゃいけないんですけど、区役所行かなあかんわと思ってたら、コンビニでマイナンバーカードがあれば取れるんですって。あの印鑑登録カードは持っていかなくていいんだって。こんなプチ情報びっくりやわ。お役所の窓口でもらってたのに、窓木コンビニですって。まあまあ
返し口縫ってないところもイメージしてアイロン当てとけば、後で縫うとき口閉じるとき手縫いなんですけど便利です。やっぱり当てといた方がいいな。中に折り込むのってこう綺麗なカーブとかやりにくいですけど、この流れに沿ってアイロンで形つけといたら手縫いが楽になりますよ。ということでやったので、はいはい、待てた。作ってる時はめっちゃ楽しい。はい、ではひっくり返しましょう。さっき返し口開けたここの線ついてるところね、あ、こっちも当てとこうか。 裏の方もね、折り返さんとあかんから、こうやってカーブこっちとあちち揃えて、縫っとくといいです。終わった。アイロンしとくといいですね。じゃあここひっくり返します。面白いね。こういう感じになって、こういう感じね。こういう感じ。面白いね。でここからひっくり返すよ。もうアイロン当てたいとこですね。中ひっくり返してからアイロン当てようか。よいしょ。はい、タオルくるくるっと巻いて中入れて、でギューッとやって、タオルをギュッとギュッとギュッと当てて開いてアイロン、でここもギュッとギュッとタオルを当てて開いて、よいしょ、ギュッと引っ張ってアイロン。そしたら返し口、ここね、ここ手で塗ってグイグイグイと塗って止めます。ここは口金に入ってしまうとこなので適当でいいですよ。じゃあ口金はめていくよ。ちゃんと確認するようにって書いてありました。歪んでいるところはないか、歪んでたり沈んでたらこう手でやってって書いてありましたね。こういう感じ、こういう感じですね。で結構ガマ口何個か作ったことあるんですけど、真ん中が分かんなくなるのでこうやったらね、こうやったら真ん中が分かりますね。ここ真ん中、ね、よし、これで真ん中が分かったら次は紙ひもちゃん。紙ひも入ってなかったですね。もしかしたら100均で売ってるかもしれないけど、荷造り用の紙紐でもいいんですけど、手芸屋さん行ってもこういうガマ口コーナーにこういう紙の紐売ってるんですけど、だいたい100円か200円ぐらいあったら足ります。それで長さはここに入れてみたら分かる。ここ入れてよいしょ、ここにはめていくから大きいから押さえ、よいしょ、こんなくらい、こんなくらい、長かったら切ったらいいからね、こんなくらい、ガマ口ぐらいの長さにやって、紙ひもこのまま使ってもいいんですけど、私は一旦ほぐして、こうやってほぐすって、こう巻きと反対の方にこうやってほぐすんですよ。そうするとこうふわっとボリュームが出てなんかええような気がします。リアンさん結構おばちゃんやから手芸歴も長くて、いろんなちょっとしたどうでもいいことと、知らないこともたくさんあるけど知ってることもある。編み物もできるよ、タティングも編めるよ。これをここにはめていきます。そしたら片ポーズつけていくから、よいしょ、ここにボンドをつけていきます。ボンドは木工用ボンドで、私こんな大きいのしか持ってないので一旦ここに出します。昔ホットケーキミックスをこうやって振るっていうのを子供がやってて、ここを押さえずにこうやって振ったらプワーッとホットケーキミックスがリビングに散らかって、テレビにもかかってお掃除が大変という辛い思いをしたことを今思い出したのどうでもええよね。でこういう先のとんがった目打ちちゃんみたいなので入れ込みます。大きいね、結構よく作ったの
ポーチとかカバンに入るサイズだから。ここ印つけたね、さっきね、この中心がちょうどここの中心になるようにして真ん中からはめていく。よいしょ。大根豆にきれいにしとかへんと布についたらあかんからね。じゃあ真ん中から入れていきます。こういう時に目打ちとか、これ差し込み金具って言うんですよ、あのガマ口用の。これなんかない人多いとマイナスドライバーとかでもいいんですけど、やっぱり専用のものがあると使い勝手いいですね。アマゾンであったらリンク貼っときますね。なかったら手芸屋さんで売ってるんですけど、安いのから高いのまであるけど、安いのでも同じかなって感じがします。ここ真ん中と真ん中揃えて、でここをこうキュッとキュッとキュッと、これちょっとここはみ出てるでしょ、はみ出てるところは切っちゃう。よし、切れた、入ったね。でまだ紙紐見えてるでしょ、ここを押さえ、これで押さえ込んでいきます。 こんな感じね。でこれをこうやって、ではみ出てるボンドを見つけたら拭く。よし、これも左右同じようにちょっとずつ進めるのがいいと思う。こんな感じ、片っぽ入りました。裏から見るとこんな感じ。次にこれで挟み込んでいきます。これはペンチに、硬いペンチに傷がつかないようにプラスチックがついてるの。こういうお家にペンチしかなかったら、ここに布を巻いて、こんな風にかまして、両方かましてやっていくと傷つかないですよ。じゃあね、こう端っこ同士、端からまずこうやって何をしてるかっていうと、ガマ口の金具を挟んで加え込んで、もう外れないようにするの。よいしょ、よいしょ。表の塩梅見ながらね。はい、半分できました。じゃあ裏返しますね。こっちも同じようにボンドを入れていくよ。よいしょ、あー、できた、できたよ。あ、できました、できました。よいしょ、ここがこうなるんやな、ここがこうなってこうなるんや。お、できた。ガマ口、これ伸ばしてもいい、ガマ口ショルダーにしようか。できました、ガマ口バッグ。どうでしょう、帯結構汚かった割にはかっこよくできたと思います。裏こんなん、獅子です。これつけてみましょうね。これ私ケチってここのマークのところでつけたから、こんな真ん中に筋入っちゃったけど、お太鼓のところでやったらもっと綺麗やったと思います。ショルダー紐120センチ牛革つけます。カチャン、ここもジャ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 ン、カチャン、簡単。もう昔は紐も塗ってたけど、もう今はお金の力でって1000円もせえへんねんけど買いました。どうでしょう、ちょっとぶら下げてみましょう。あ、ももちゃん来た、こんな感じ。いや、どうです、こんな、こうやって長財布も入るよ、スマホも入るよ。ええやん、ええやん、ええやん、ええやん。どうでしょうか長さもバッチリ、大きさもちょうどいいショルダーバッグできました。今日は帯で横幅が足らなかったので、ここに切り替えつけて、ここ布を足したのがポイントです。で、ここのガマ口と型紙が入っているパーツや、このパーツはタイトル、動画のタイトルの下のところで Amazon さんのリンクを貼っておきますので、よかったらご覧ください。なんかね、こんな小物シリーズも楽しくていいですよね。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。心温まる高評価とかチャンネル登録とかしていただけると嬉しいです。と、最近忙しくってたくさんコメントいただいてとっても嬉しい。なかなかお返事書くの遅れてますけども、ちゃんと目を通してますので、コメントリクエストとてもありがたくて楽しく読ませていただいてます。リアンでした。もうじゃあ散歩行くの、散歩行こう言うてますありがとうございました。バイバイ。
行きますよ、行きますよね。